第9地区は2009年8月に公開された SF 映画。日本での公開は2010年4月。地球に難民としてやってきたエイリアンとそれを抑圧する人類との対立をドキュメンタリー風に描いた作品。舞台となった南アフリカ共和国でかつて行われていたアパルトヘイト政策が反映されたストーリーになっている。物語は エイリアンの研究物質に誤って触れ、所属していたエイリアン管理組織から追われる身となった男を中心にアクションを交えつつ展開する。第82回アカデミー賞において、作品賞、脚色賞、編集賞、視覚効果賞の4部門にノミネートされた。1982年、南アフリカ共和国のヨハネスブルク上空に突如、宇宙船が出現した。 しかし、上空で静止した巨大な宇宙船からは、応答や乗員が降りる様子はなく、人類は宇宙船に乗船しての調査を行うことを決定。知的生命体との接触に、世界中の機体が集まる中行われた調査であったが、船内に侵入した調査隊が発見したのは、支配層の死亡と宇宙船の故障により、難民となった大量のエイリアンであった。 乗船していたエイリアンたちは地上に移され、隔離地区である第9地区で彫刻家機関マルによる管理、監視を受けながら生活することになったが、文化や外見の違いから人間とエイリアンたちとの間では、小競り合いが頻発する。人間たちのエイリアンへの反発や差別は強まり、やがて彼らの外見から、エビという別称が定着するようになった。 宇宙船出現から28年後、エイリアンたちの増加により、彼らを新たに用意された、隔離区域である、大住地区に移住させることが決定する。マヌーの職員であるビカスは、立ちの寄要請の同意を得るため、第9地区を訪れるが、エイリアンの一員であるクリストファー・ジョンソンの住居で、見つけた謎の液体を不注意により浴びてしまう。ビカスの体は、液体の影響で突然変異を起こし、 徐々にエイリアンの体に変化していく。それを知ったマヌーは、ビカスを捕らえ、表向きには死亡と発表しながら、生体実験の被験者とした。ビカスは隙をついて、マヌーを脱走し、第9地区に逃げ込む。第9地区に逃げ込んだビカスは、再び、クリストファー・ジョンソンの元を訪れる。高い知能を持つクリストファーは、宇宙船を起動して故郷に帰ることを目指しており、ビカスは、 自身が浴びた液体が宇宙船の燃料だったと聞かされる。クリストファーは液体をマヌーから取り戻せば元の体に戻すと約束してビカスと共にマヌーに乗り込む。液体を手に入れたビカスは元の体に戻してほしいと頼むがマヌーで仲間が生体実験の材料にされていることを知った。クリストファーは仲間を救うために3年待ってほしいと告げる。 ビカスは逆上し、クリストファーを殴り倒して司令船を奪い、宇宙船に乗り込もうとする。しかし、司令船は、クーバス大佐が率いるマヌーの傭兵部隊に撃墜され、ビカスは、クリストファーと共に再度捕らえられる。マヌーに護送される途中、さらにビカスは、エイリアンとの同化を望む、ギャング集団に拉致され、食べられそうになるが、司令船に残っていたリトル CJ が起動させた。 ロボットに乗り込みギャング集団を一掃する。一旦はクリストファーを置き去りにして逃げ出すビカスだったが、考え直して、クーバスたちからクリストファーを助け出し、彼を宇宙に逃がすべくクーバスたちに戦いを挑み、全滅させる。クリストファーは3年後に助けに来ると約束し、宇宙船に乗り込み地球を後にする。宇宙船が地球を去った後、ビカスは行方不明となった。 ビカスの行方が一向にわからない中、彼の妻、タニアの自宅に廃材で作られた造花が置かれていた。第10地区では完全にエイリアンに変化したビカスが造花を作りながら、クリストファーを待ち続けていた。エイリアンの管理を任された彫刻家組織。エイリアン居住区の警戒監視とエイリアンによる犯罪の取り締まりを主な任務としているが、エイリアンの断子を目的とした。 通称、スネーク部隊を運用する、同意が曖昧なまま移住を強制しようとするなど、エイリアンの権利を無視した活動を行っている。キャスパー装甲兵員輸送車や兵利を多数保有している。他、第9地区に、高額照準タイプのレーピアミサイルシステムを設置するなど、軍隊並みの装備を持つ。母体になっているのは、世界最大の軍事企業で、世界、 第2位の兵器開発事業を行っている他民間軍事会社も運営しており、エイリアンの持つ強力な兵器の研究を極秘に進めている。物語の舞台になった南アフリカ共和国は世界初の民間軍事会社エグゼクティブアウトカムズが誕生した国でもある。広角のような皮膚にハサミ状の手と地球の広角類を思わせる外見を持つ異星人。地球人には エビというスラングで呼ばれる。海力を持ち、ゴムとキャットフード、生肉が大好物。死有動態で旺盛な繁殖力を持ち、第9地区への定着後に増加を続け、第10地区への移住前の総数は180万に達した。支配層と非支配層に分かれる、社会性昆虫に似た生態を持つ。地球到着時、宇宙船内に支配層の姿はなく、 必死配送のエイリアンだけが閉じ込められていた。第9地区に移されたエイリアンは必死配送であり、概ね主体性が乏しく、意思疎通も単純なものが多い。地球のスクラップで様々な長兵器やマシンを作っており、知能は決して低くはないが、判断ではなく、キャットフードとの交換目まさに製造しているなど、抜けた部分がある。彼らが居住している第9地区は道路も、 未舗装で、粗末な小屋が立ち並びゴミの散乱するスラムと化している。エイリアンの製造する武器は、彼らの DNA に反応して作動するため、人類には扱えない。人類の武器とは一線を画く水力を持つため、その技術はマヌー及び、第9地区の一大勢力である、ギャング集団の双方に狙われている。第9地区に潜伏する黒人のナイジェリアギャング集団。 エイリアンを食い物にしつつ共存しており、食料を売り、賭博場を開き、エイリアン相手の売春を行ってもいる。使用はできないもののエイリアンの武器には注目しており、彼らの単純さにつけ込んで、大量の武器を安く買い立たいては保管している。エイリアンの体を食べることで万病を癒し、エイリアンのように強くなれるという呪術的な信仰も発達させている。 カッコ内は日本語吹き替えニール・ブロムカンプ監督の長編映画デビュー作品であり、本作は同監督の自作 SF 短編映画アライブ・イン・ヨハネスブルグを長編化したものである。ストーリーはアパルトヘイト時代に起きたケープタウン第6地区からの強制移住政策を題材にしている。また DVD 収録のコメンタリーでは紛争の多い周辺国から避難してきた難民と 南アフリカネイティブとの確執も葛藤した上で参考にしたともブログカンプ自らが語っている。なお、舞台となった土地の社会情勢を下敷きにしてはいるが、上記コメンタリー内の脚本家コメントでは、監督のこれは政治的な映画ではないとの発言が紹介されている。作品の本来の目的は、政治や社会への風刺、皮肉ではなく人種対立の背景を持つ社会に、 新たな弱者としてのエイリアンを持ち込むという設定の新規さを売りにしたエンターテインメントであると語られている。実際、危険だがユーモラスなエイリアンの描き方、エイリアンの戦闘ロボットによる派手なアクションシーンなど作品内では娯楽性が追求されている。制作費は3000万ドルであり、ハリウッドの VFX を使った作品としては少ない。出演者はほとんどが 無名俳優であり、主演のシャールト・コプリーは監督の高校時代の友人であるという。ちなみに、主人公をビカスのセリフは、演じるシャールトによるアドリブである。もともとは2006年に、ピーター・ジャクソンがゲーム、ハロー映画化のためにニール・ブロムカンプを起用したが、映画化の予算について、制作会社とゲーム開発元マイクロソフトとの交渉が決裂した。そのため、ピーター・ジャクソンは、 ニール・ブロム・カンプの短編を長編化するプロジェクトを動かすことにしたという。VFX はイメージエンジン、ザ・エンバシー、ビジュアル・エフェクツ、ゾーク・スタジオ、ゴールド・トゥース・クリエイティブ、ウェタ・デジタルが制作した。2009年8月14日に全米公開され、初週末に3735万4308ドルを稼いで1位となった。日本では、 ワーナーブラザース映画とギャガの共同配給により2010年4月10日に公開された。映画レビューサイトのロッテントマトズでは276のレビューを集め90%の支持率を得た。第82回アカデミー賞では作品賞、脚色賞、編集賞、資格効果賞にノミネートされた。その他第67回ゴールデングローブ賞と2009年度の 多数の映画賞でノミネート賞を受賞した。日本では2011年に西雲賞メディア部門を受賞。日本公開に合わせ、徳光和夫出演のテレビ CM を公開前から投入した。2013年、ニール・ブロムカンプは本作の続編に関するトリートメントを執筆済みと語りつつも、それより先に映画化したいアイデアがあるとして企画が実現するかは、 不明瞭だと語った。2017年、ザ・バージのインタビューに答えたニールは改めて続編、企画について言及し、ウェタデジタルと再びに映画を作れることを最高と、評して、制作に前向きな姿勢を見せた。そして、現地時間2021年2月25日、ニールは、シャールト・コプリー及びテリー・タ・チェルと共同で、ディストリクト10と題した続編の脚本執筆に、 取り組んでいることを自身のツイッターにて発表した。ありがとうございます。